今日の大曲名、ね、滝廉太郎氏が作りました「花」という曲でございます。この曲は「春のうらら」のってね、いう曲有名ですね。で、3番まであるんですけどね、3番目だけちょっと最後がね、音を上がりますんでね、1番2番はね、眺めを何にしたとできるという普通の声方なんですけど、3番だけね、眺めを何にスタートで上がります。それでは花をね。はい。明治33年の曲でございますね。花でございます。